はい、おはようございます。久しぶりですね。精神疾患ですけども、はっきりした病状が、診断書に出まして、自律神経失調症っていうのが、一番心身的な、病名となりまして、あとは、うつ病っていう形になりました。それで、これからですね、基礎年金障害金って言ったかな、ちょっと忘れちゃいましたけども、それの申請に行くっていう形になります。で、今傷病手当金っていうのを受給してるんですけど、それとは、永久に受給することはできます。ただちょっと国の制度がうまく、いってないので、後でその傷病手当金の方が高い状態であれば、その分の差額は返納っていう形になります。ただこういったデメリットはありますけど、審査に合格してしまえばメリットの方が大きいです。で、私のように重度になってしまいますと、今病院から勧められているのは閉鎖病棟への入院で、1箇所だけの病院、精神科に通ってると不安じゃないですか。それでもう1箇所大きいところでもう1回ちょっと受けてみたんですけど、やっぱり同じように入院って言われたんですよね。じゃあ間違いないなと、入院しないといけないレベルなんですけど、今1日あたり、数十錠っていうとてつもない量の薬を飲んでまして、家にいる方が安心です。外に出るともう一歩でも外に出ることがすごい苦痛なんですよね。これはもう、こういう病気に病になった人じゃないと分かんないと思います。ただこの手続きに関しては時間がかかります、本当に。で、市役所と年金事務所と病院と一人でやってますけど、これがしんどいしんどい。1ヶ月、今月で2ヶ月目ですね。2ヶ月まるまるかかって、やっと今日最終書類が OK であればやっと申請っていう形になります。ここまで来るのに2ヶ月ですよ。いやー、きついですね。健常者であれば全然楽だよってなるんですけど、家から一歩も出れない状況の中で2ヶ月外に出るのは苦痛でしたね。だけどそれによって少し経済的にも余裕が出るし、心の安定にはつながると思います。やっぱりお金がないことには病院も受けられませんから、お金があって初めて病院の方を受けられます。で、私の住んでる、自治体の方はですね、1割負担になります、精神病に関しましては。それでその精神病で、受診しますよね。で、1割、数百円です。数百円で受けられて、数百円で薬の処方がされます。かつですね、その領収書を市役所さんに提出すると3ヶ月後に振り込まれてきます。ですので実質無料です。
まあ自治体によって全然変わるんですけど、まあ、そういった面で言うと、まあ私の住んでる自治体っていうのは比較的理解されてるというか、まあ、そういった自治体の方になりますね。ただ市役所さんも忙しいんで、こう担当者がね、こうバラバラと変わるわけなんですよ。一人の方だったら話の進みはこう早いんですけど、なかなかねお客さんも多いから引き継ぎがされてないのが結構多くて、やり直しになる書類っていうのが、何枚かありました。それでその受給申請までの書類を集めるのに、まあ、2ヶ月下手すると3ヶ月4ヶ月かかるのが現状です。それぐらい骨を折る仕事で、でこの書類に関してはある意味一発勝負なんで 100% 通るっていう保証はないです。90% ぐらいは通るんですけど、残りの 10% は不支給っていう形になります。そこまで骨を折ってたくさんのお金を費やしてもダメな場合はダメです。で、私のようにですね、日常生活が困難っていう部類になりますと、審査の方も少し有利になってきます。それが仕事をしてたりとか継続してね、まあそういうのがあったりすると、申請してもダメになる場合があります。こればっかりは審査基準っていうのはあくまでお医者さんがやるんですね。国の日本年金機構のお医者さんがジャッジするんですよ。だからそのお医者さんのジャッジで、あ、この人普通じゃんって言われたら、もうそこで、はい、不支給っていう通知が来る制度になります。こういった制度は一回なってみないと分かんないんですけど、病歴が長い人、例えば20年とか30年要は メンタルクリニックとか心療内科精神科に通ってる人ですと、もらいパグれてるんですよね。で時効っていう期間があって、私も知らなかったんですけど、例えば10年とか20年同じ病気で通院されてる方は20年も損してますね。はい、それをこう教えてくれる病院とそうでない病院がありますから、私は教えてもらえない病院でしたですので過去5年に遡っての請求は OK です。ただし過去6年以前にかかってる、権利に関しては時効ということになりますので、この辺は国としたらラッキーですね。まあ障害年金2級になると大体80万ぐらいなんですけど、10年もらわないとすると800万損してますよ。20年ですと1600万損してますよ。って考えた時に、そういうのを国でアナウンスしてるかって言ったらしてないんですよね。だからそういう知識のある人たちはそういうのをもらってます。もらいながら仕事もやってる人もいます。だから国っていうのは、皆さんが働いている健康保険とか雇用保険とかはしっかりいただいてるんですけど、払うことに関しては黙ってますからね。それは
自分で調べていくのが一番いいです。今こう YouTube とか YouTuber がこういっぱいこうそういった動画を上げてますからね、そういうのを見るのも参考になりますし、あとまあこういうのをまあ専門でやってる方がまあいましてね、社会労務士さんっていう方がやってますけども、まあ、そういう方に無料相談するのもいいかと思います。お金かかっちゃいますけどね、まあいくらなのかわかんないですけど、数万円のところもあれば数十万のところもあるので、まあいろいろ当たるのがいいと思います。で私の病状ですけどもかなり悪化してまして、今でこそそこの2つの症状になりましたけど、まあどちらにしても忘れやすいとか、あとはその気分ですよね、楽しいと思うことは一回もないので、まだまだちょっと何年かは復帰できないのが現状です。で併休してですね、障害手帳の方の申請の方を出しました。こちらの方も、まあ、申請受理されまして、9月来月か再来月には手元に届くかと思います。まあ障害者手帳っていうのは、まあ、持ってる分にはいろいろなメリットはありますし、ただその就業を新しくね、仕事に就きたいと思った時にちょっと不利になる場合が出てきますので、まあ、その辺は考えた方がいいかと思うんですけど、私みたいな重症になってしまいますと取った方がいいですね。軽度であればいいんですけど、やっぱり障害2級1級相当と言われてしまいますと、まあそこまで進んじゃうと仕事に就くことはなかなかできない。まあ現状今の自分の体調と、あとその集中力ですね、まあそちらの方を考えると、一般的なフルタイムでずっと20数年働いてきましたけどね、ちょっとできないなってのは自分で分かります。だけども、まあこういう病気病になった人はたくさん大勢いると思うんですけど、なったらなったでしょうがないので、あとはもうとにかく好きなことをして、とにかくストレスをとって、お金にも困らないように、そういった公的制度を利用してですね、生活していくのが一番だと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。